先生、奇襲、有利思います。 邪魔するやつはぶっ飛ばす！ 出るぞ。舞台に上がるより緊張するわね。勝ててよかったわ。 焦らず戦おう。その身で学べ。賞賛はあった。これは手本。強い女を好きな。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。 この程度では満足できないな。 さあ、仕事だ。
自慢にもならん。 簡単に負けるつもりはないわよ。 まだまだ。 その調子だ。 これで任務がやり。 Bye.
機苦手だ。焦らず戦おう。これでいいだろう。先生、奇襲有利思います。まとめてかかってこい。さあ、参りましょう。さあ、仕事だ。目標、沈黙。引きこもっていたい人生だったのに。やるな。ちょっ、我が敵ではない。舞台に上がるより緊張するわね。私だって鍛えてるのよ。甘いな。まだまだ。甘いな。少しひらめいた。思って。
ういう積み方。上がりました。では満足できないな。加減すべきだったか。もっと。はっ。いや。くだらんな。でっか。俺の勝ちだな。すごいですね。よっしゃ、大勝利。面倒なんだけどな。はあ、次もうまくいくとは限らないよ。経験を。すげえじゃん。空気苦手だ。ありがとう。焦らず戦おう。
我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私の力見せてあげる。えい！どうかしら。私はさあ仕事だ。地獄で寝てろ。思っていた一人生だったのに。もう私は十分ですよね。先生、奇襲有利に思います。にはトゲがあるのよ。
ス。何やら見えてきたぞ。ご指導感謝。先生。理解。褒める。私、進化、成長です。まだまだ、まだ、おが、この、なんだか、まだ、よし、次は見て見て、いいのだが、うん、腑に落ちた。いやー、今日はいい天気ですね、先生。
気持ちわかります？引きこもり日和ですよね。外界から隔絶された安心感、なんだかしみじみとしますね。え、それ聞いちゃいますか？まあ先生ならいいですけど、私の父は金銭欲が強い人なんです。私のことも道具としか見てなくて、椅子に縛り付けられて、四六時中しつけられて、とにかくいい相手と結婚しろって。私もそれに頑張って応えてたつもりだったんですけど、気づいたら自分の部屋から出られなくなってたんですよね。怖くなっちゃったんです。何をやっても父は不満だったみたいで、そんなんじゃ結婚できないってただただ叱られ続ける毎日でした。遊ぶ時間もなし、友達を作る自由もなし、部屋にこもって一人でいるのが一番。部屋から引きずり出された時には反響乱になって大怪我しちゃいました。それ以降父は興味を失ったらしく、私の存在は無視されましたね。あ、やっぱ気になります？実はほとんど拉致だったんですよ。母に命令された住所が寝ている私を袋に詰め込んで、気づいたらここでした。最初は死ぬかと思いましたけど、とりあえず寮の部屋にこもって、そして今に至ります。なんとか生きてます。はあ、ごめんなさい。私の暗い話で先生の顔も暗く。今の話は忘れてください。私のことなんて語る価値もないですから。どうしよう、こんなんだからいつも文句言われてばっかなんですよね。いや、そんなことは。先生、そんな優しくされるとベル困っちゃいますよ。お恥ずかしいところをお見せしました。おい、何の用だ？礼を言おう。ほう、うまい。ああ、なるほど。お前の生い立ちには興味がある。どう育てばそこまで強くなれるのか。いや、ちす、ベルたちに任せてください。おう、バッチリやってやるぜ。もうバッチリです。これでつエルマノがありましたわ。